はい、皆様どうもこんにちは、キチカです。今日もいかないやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まあ私ですね、悩みがあります。動画の再生数がね、ある程度以降伸びないんですよ。本当にね、そこがちょっと一番難しいポイントですね。動画ってね、まあ、いろいろと出す時期だったりとかもあるんですよね。最近ね、なんて、ゆくないところは私、固定的なもの上げてないんだよね。もう本当に反省すべきポイントなんだけど、固定の時間にもっと上げればバーガーって話なんだけど、そこで難しい。はい、長寺でございます。公式戦、今日決勝戦でございますね。やっていきましょう。よろしくお願いいたします。千葉、稲田。あれもね、稲田でございます。やっていきましょう。始まりました。こちら、勝利戦力不思議でございます。よろしくお願いします。金までが初回から出てないの珍しい気がするね。佐々木。はい、団長持ちです。品川市で行こうか。なんか、転がせよりセンター返しの方がいい気がした、今回は。逆に今回、ルイ出なくてもいい。粘って球数を投げさせたいね、このピッチャー。あー、マイケイ。もうちょっと投げたら最高だったんだけどな。てか、今までセーフ結構ギリギリってすごいな。ただの凡勝どころなんだけどね。ボンゴロ。今日打順改造してみました。青木を9番に置いてます。ちょっとこれがコート出るか、基礎出るか。金丸が出てるってことは走るってことですね。文句なしです。文句なしで走れます。そして、からのセンター返し。いけ。センターに返します。打点と盗塁の数がほぼ変わらないんだよね、今が。逆にすげえわ。あ、OK。ナイスカット打ち。うまい。あー。そろそろなんかインコースヒッター、アウトコースヒッターつけてあげたいね。なんかラインドライブみたいなあたりがずーっと続いてんだよね、稲田って。なんだろう、この、本当に、なんか、ラインドライブって感じ。なんか、意地でラインドライブみたいなですみたいな。なんだろうな、変な言い方なんだけど。ラインドライブしてるよね、ずっと。千葉がいいな。アムロにちょっと威圧感をかけたくて、アムロにの打順を上げたんですけど、ちょっと失敗だったかもしれないです。走りまーす。死ぬほど走ります。金丸の一番は本当に約束された一番だからね、金丸は。背中し。稲田。上がりすぎだな。稲田らしい当たりじゃないね。稲田はだからもっとなんか、下の方から待つんじゃなくて、上、ボールの上から叩いてる打球みたいなのが、もうめっちゃ稲田っぽいんだよね。阿部比がついちゃいました。背中していきましょう。うまい、落ちる。オッケー、ヒット。これはエラーじゃないよ、ヒットね。ナイスだね。まあ、これは、ナイス入って。ナイスファイト。センターいいよね。クロスクリーマーみたいなやられるとマジでぶち切るんだよな。相手のセンターは、ルト。まあ強いね。積極守備ないね。まあ、こんなもんでしょ。よし、トコーン！トコーン！誰か打てば満塁男だよ。打とうぜ。満塁ホームランとかよ。これでワンアウト。これは打順外そう。外すぞ。阿部飛行機。この特能で打てないわけはないんだよな、正直。なんで打てないんだろうね、アムロは。打てないわけがないのよ、アムロは。オッケー、まあ、最低限。打点だね。打点を上げていこう。打席が、打席じゃない、一塁が、彼なら走れます。からの千葉です。まあ、特能こっちの方がいいんだよな。千葉上がりすぎだな。甲子園、この2人は甲子園で躍動してほしいな。特能なんかつけるか。特能をなんかつけてあげましょうか。走ります。もう投げた頃にはセカンドに到達してるから早すぎる。転がします。いける。転がせる。君らならこれがうまい。もう文句なし。文句なしです。どうもありがとうございます。で、4割打ててる。いいね。でかい。気づいちゃおう。まあ、引っ張りでしょ。引っ張りじゃない。こう、流すでしょ。OK, yes, let's go on big fly! コウノさん一番いいところはもうコールドを気にしなくていいということですね。行こうか、南。甲子園では右であげるから。今、パワーを全力で。上げちまおうぜ。オーケー、ルイアス、エスコー、アンド、ビッグフライ、看板直撃。えぐいね。まあ、アムロだけが唯一の心配ですね、今は。はい、育成に切り替えていこうか。もうね。渡辺。走りまーす。
いやらしいよね、この感じ。わかるよ、いやらしさもりもりだよね。来年の一番は多分渡辺なんだよ、現状。俺が予想している、予定している一番は。金丸、ボール球をよくそこまで持ってった。うまいな。もう土台地になってくれ、金丸。で、次が稲田です。ちなみに彼2年です。ここまで完成されてますが。完成されすぎた男、2年です。もういいね。ホールドがないって嬉しいね。うまっ。あー、でも、なんか打たれ、あ。はははは。許そう、今のは。まあ、ホームランは打たれておりますが、いいでしょう。仕方ないでしょう。オッケー、取れる。取れるよね、奥村さん。取れなかった思った。配送キャッチうまいね。あ、橋本いいな。ホームラン打てんじゃん。黒岩はね、あー、走らせたいんだけど、背中石光ってるんで。いった！リアス！アウト？アウト？マジ？マジ？かわいそう、今の。行こうか。打ち込もう。うまっ。セーブ！危ねえ！2つ、2打席連続で、それはさすがに嫌だなと思ったわ。あと、相手守備力そんなかなぁ。あー、うまい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 。スリーアウトチェンジ。8回までが。うん。アムロー。で、千葉です。もうこの人たちはね、僕の本使っちゃおうかなって、本屋さんいっぱいいるし、本使おうかなというふうに思ってます。はい。それによって強くできれば、私も本望です。はい。スタミナも上げたいし、球速も上げたいっていうところに至っておりますが、このきっと何かこれで掴んでくれるでしょう。OK！ 10奪三振いけたら、10奪フリースいけたらさ、それもそれでかっこいいんだけどね。まあ、なかなか多分10奪三振は厳しいだろうから。まあ、ここは速球で打たせるからか。いけ！球速も160まで上げたいからね。OK！ 優勝です！あざー！少しやでーす！まあ、我らがね、こっから先で負けるとも思えないからね。河野、ダルさん、麻生さんを引き下げた俺らが。で、しかもこの最強野手陣を揃えた俺らが負けるとも思えないので、まあ、ちょっと楽しくやらせていただこうかなと思います。一個だけすごいになってるところが、練習試合。できないんですよピエンピエン。はい、こんな感じでございまして、また皆様次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。Bye-bye.